それが己の本心かどうか私には分からない。徳川は人の熱き思いを断ち切ろうとしている。戦国の世の熱き思いを冷やさねば太平の世は来ぬとそう思っているのだ。形だけの世を作り上げようとする徳川に我らは本心で生きる者の意地を見せようとここに集まったのだ。もはや徳川に勝てるとは思っておらん。なれど我らの心はこの世に残したい。戦国の世の一人一人の熱き思いが湧き立つような世を作ってきたのだ。それが無用だと言われてもわしらはうなずけぬ。我こそは戦国の世に生まれ育ってきた者、そう叫んで死んでいきたいのだ。戦国武将の生き様、己の本心のままに戦い、己の本心のままに死ぬだけのこと。こたびの戦は戦国を生き抜いてきた者の最後の戦なのだ。